こんにちは、マチテルサッフの増田です。ところで皆さん、今の小学校ではどのような授業や活動を行っているか興味はありませんか？今回私が学校体験をしていきたいと思います。マチテレボリューム32、小学校体験。いっぱい花がたくさん植えられてます。増田くん、小学校のレポートお願いしますよ。あれ、何か聞こえてきますね。ちょっと行ってみましょう。有志で集まっている合唱団の朝練でした。みんな頑張ってますね。こんにちは。こんにちは、おはようございます。おはようございます。僕も練習に参加してよいでしょうか。皆さんどうですか？はい、はい。増田くん、大丈夫？お腹から声を出すための練習。増田くん、しっかり声出してよ。きついです。きついです、これ。拍手まで、どうもありがとうございました。副校長先生を探したいんですが、職員室がありますね。ちょっと入ってみます。失礼します。あ、校長先生。はい、お邪魔します。こんにちは。どうも、こんにちは。はい、増田くん、じゃあ早速行きましょうか。はい、はい、行きましょう。おや、いきなり山の中。二人は一体どこへ？ここは、林というか、あ、学校の敷地なんですけど、はい、でビオトープとして整備しています。ビオトープというのは？ビオトープっていうのは、はい、自然の形を残して、カブトムシをの幼虫から成虫に育てたりと、はい、ああ、この間僕もカブトムシの幼虫を取るという体験をさせていただいたんですけども、それもビオトープの？あ、そうですね。そうなんですか。はい、その他にホタルも飼ったりしています。ホタル池に到着。あ、ここがホタル池なんですね。いっぱいオタマジャクシ、黒いの泳いでるの分かりますか？泳いでますね。ねえねえ、さあ次はどこ行くの？体育館ですね。増田くん、せっかく学校に来たんだから給食を食べようよ。失礼します。保健室です。あ、ここは保健室ですか。はい、ちょっと給食を食べたくて回ってたら。ちょっとちょっと、増田くんしっかりしてよ。さあ今度こそ給食、給食と。ランチルームへ急ぎましょう。おや、バイキングですか。いっぱい並んでますね。今日は2年に一度の誕生会給食ですね。2年生は初めてですね。はい、楽しんでいきましょう。なるほど、今日は誕生会給食の日なんですね。みんなとっても楽しそう。あと、そこへ足田くん、はい、はい、あ、特別にあげましょう。いや、ありがとうございます。なんと特別にケーキの差し入れが。これが給食に出るとは驚きです。ケーキをパクリ。あ、美味しいですね。インタビューしていきます。日本の食器は持ってた？今日の給食は美味しいですか？はい、とっても美味しいです。お誕生日給食は美味しかったですか？はい、美味しかったです。普段の給食では一番何が好きか？カレーライスですね。あ、やっぱりカレーライス好きだね。やっぱそうです。僕も大好きでした。ごちそうさまでした。増田くん、今日一日学校体験はどうでした？ホタル池に行って、まあ、たくさんいろんな生物がいっぱいいて、そういうのが僕はやっぱ小学校の時なかったので楽しかったです。片付けしてください。増田くん、後片付けも体験してくださいね。